カール5世、カール5世、カール V、1500年2月24日から1558年9月21日は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、在位、1519年から1556年、及び、スペイン国王、在位、1516年から1556年、スペイン国王としては、カルロス1世、カーロスIと呼ばれる。ハプスブルク家の絶頂期に君臨し、その治世はヨーロッパ統合を果たしたカール大帝以来の歴史的ヨーロッパ概念の体現者とも言われる。さらに当時は大航海時代の真っただ中にあったため、太陽の沈まない国と称されたようにヨーロッパから新大陸、アジア、フィリピンに至る世界帝国を築き上げた。カールの理想はオットー一世以来有名無実化していた。神聖ローマ帝国を統一し、最終的には西ヨーロッパの統一とカトリック的世界帝国の構築であったが、覇権を争うフランス王国との戦い、宗教改革の嵐、スレーマン一世が率いるオスマン帝国の伸長など、相次ぐ戦いに阻まれ、あと一歩のところで目的は果たせなかった。晩年は長年の痛風と相次ぐ戦争に疲れ果て自ら退位し、修道院に院政した。ネーデルラントの領主フィリップ美公とカスティーリャ女王、フアナの間に生まれた。母方の祖父母は結婚によって統一スペイン王国を誕生させ、後にグラナダ王国を制圧し、イベリア半島からイラーム勢力を駆逐したカトリック領王ことアラゴン王フェルナンド2世、カスティーリャ王フェルナンド5世及びカスティーリャ女王イサベル1世であった。さらに父方の祖父母は神聖ローマ帝国の皇帝であるマクシミリアン一世と、かつてバロアーサ、フランス王国とすら互角に渡り合った大国ブルゴーニュの女公マリーという、当時のヨーロッパ王族のサラブレッドとも言うべき血筋の生まれであった。カール5世は国の人間であると言い切るのは難しい。なぜなら、統治領域の中心はスペインであり母フアナもスペイン出身であったが、カール5世本人は自分の生まれ故郷の低地諸国、フラドルに愛着を持っており、言葉の問題から当初は馴染めなかったからである。現代スペインに続く、金曜も王騎士団の継承、増員に見られるように、曽祖父、シャルルのブルゴーニュ公国の継承者というサトシも強かった。それでもカール5世は、スペイン王位についてから熱心に、スペイン語を覚え、スペインを統治した。ちなみに、弟のフェルナンドは、兄とは対照的にスペイン生まれのスペイン育ちであるが、中央の神聖ローマ帝国の帝位につくこととなった。また、父方からハプスブルク家の血を受け継いだローマ皇帝であるものの、ドイツ人とも言い難い。カール5世は、フランドルのガン、ヘント、現在はベルギーの都市にて生を受けたが、母語は当時のフランドル貴族の公用語であった。フランス語であった。カール5世は必ずしもフランス人の血を色濃く引いているわけではなかったが、フランスとパリをこよなく愛した。当時の貴族の常として西欧最大の都市にして、西ヨーロッパ社交界の中心都市であったパリに数回滞在しており、フランス社交界でもシャルル・カン、チャールズ・クイントとして知られていた。父フィリップも神仏派だったと言われるが、カール5世は、パリはもはや都市というより、一つの世界だ、ラテン語、ルティシャノニアーブス、SED オービス、と言ったと伝えられる。最もよく使ったのもフランス語だったが、皮肉なことに、政治的には、フランス王と生涯にわたり激しい対立関係にあった。スペイン王として、また、ローマ皇帝として、生涯かけて、ヨーロッパ全土を回り、北アフリカにまで足を伸ばしている。多言語話者であったと言われており、カール5世の言葉として伝えられる有名なものに、I speak Spanish to God, Italian to women, French to men and German to my horse。スペイン語は神への言葉、イタリア語は女性への言葉、フランス語は男性への言葉、ドイツ語は馬への言葉というものがある。しかし、実際にカール5世が不自由なく完璧に話すことができたのは、母語のフランス語の他は、スペイン統治者として本格的に学習、使用したスペイン語くらいであった。ドイツ語とイタリア語については完全ではなく、ラテン語も話せたが、不十分であった。一の父は、ポルトガル王ドゥアルテ一世。ジョアニ一世の子で、弟に、エンリケ公会王子や、三の父ジョアン、妹に、二の母イザベルがいる。よって、一と、二と、三は、共に、ジョアニ一世を祖父とする、いとこ同士となる。1500年に、フランドルのガン、ヘントで生まれ、1517年までネーデルラントで育った。名前は曽祖父、シャルル・ゴータン公にちなむ。共に暮らしていた両親は、1506年にカスティーリャ王位を継承するためスペインへ渡った。残されたカールは、叔母のネーデルラント総督、マルグリット・ドートリッシュに育てられた。少年時代の個人教師には、後に教皇ハドリアヌス6世となったオランダ人、ユトレヒトのアドリアンがおり、恵まれた環境で帝王学を学んだ。さらに側近として、シェブレ公やジャンル・ソブージュ、メルクリのガッティナラらが従っていた。1506年、スペインに渡ったばかりの父が急死すると、幼くしてネーデルラントの継承者ブルゴーニュ公となった。1516年に、外祖父フェルナンド2世が死去すると、スペイン語を返さなかったカールは、ブリュッセルにいながらにして、母フアナと共同統治という形で、カスティーリャ王になった。それは同時に、アラゴン、ナバーラ、グラナダ、ナポリ、シチリア、サルデーニャ、さらに、スペイン領はアメリカに至る広大な領域の統治者となったことを意味していた。1515年、父方の祖父マクシミリアンにより、ハンガリーとボヘミアの王家であるヤギエオ家との二重結婚が取り決められたが、アンナ王女がカールと弟、フェルディナントのどちらの日となるかはの時点では未定だった。結婚相手を将来の皇帝であるカールではなく、フェルディナントに決めると、ハンガリー側からは猛反発を受けた。しかし、フェルディナントとアンナにとっては幸福な結婚となった。1517年に初めて本国スペイン入りし、トルデシリアスで母と再会すると、バリャドリッドで、摂政ヒメネスデシスネロス枢機卿を解任して、申請を開始した。1519年に、マクシミリアン一世が死去すると、オーストリアをはじめとするハプスブルク家の領土を継承した。さらに叔母にして、育ての母、マルグリットやフッカー家の支援を得て、1519年6月28日には、生涯の宿敵、フランソワ一世を破り、フランクフルトに集まった選定公たちが全票をカールに投じて、ローマ王、ドイツ王に選出した。しかしこの選挙資金のために統治早々にして莫大な負債を負っている。1520年には戴冠式の途上、イングランドに立ち寄って、ヘンリー・パッセイ夫妻と対面している。ヘンリー・パッセイの王妃キャサリンはカール5世の叔母だったからである。その後、同年10月22日に伝統に従って、アーヘンでローマ王としての戴冠を受けた。ローマ王となったカール5世は、祖父マクシミリアン1世の例に倣って教皇からの戴冠を受けることなく、ローマ皇帝とみなされた。しかし、戴冠式の最中に、ローマ王選挙に使用する怪獣工作資金、スペイン王国の国家予算5年分の国外持ち出し、外国人君主と外国人顧問、側近の統治に反発していたトレドやセゴビアなどスティーリアの諸都市が、カール5世がコルテスで新たに3年ごとの40万ドゥカットの上納金と商品売上に対する税を課したことを端緒に、一期契約を結び、コムネロスの反乱が勃発した。コムネロスの反乱は、外国人幹部によるスペイン支配への抵抗から貴族の特権に対する反乱へと変質していった。1521年にカール5世は1年余り続いたこの内乱を鎮圧したことで名実ともにスペインの支配者となり強大な兵力を率いて生涯各地を転戦した。しかしこれ以降スペインはハプスブルク家の進める戦争への財物供出を余儀なくされカスティーリャやアラゴンからの税収やインディオの奴隷労働によってポトシなどから収奪された金銀は水運のために使われることはなく、ハプスブルク家の利害のために使われ、諸外国に流出した。カール5世は生涯フランス国王フランソワ1世、安里に政府主との戦争を繰り返すことになる。はじめは1521年に北イタリアで争い、後にイタリア全土を戦火に投じることになるイタリア戦争。1527年にはカール5世のドイツ人傭兵、ランツクネ人たちがローマで狼藉を働いた。これがローマ略奪である。このような行為はカール5世の意図するところではなかったとされるが、結果的にカール5世の軍勢を恐れた教皇、クレメンス7世がイングランド王ヘンリー8世の結婚無効の申請を却下し、イングランドのローマ教会からの離反へとつながっていく。ローマ皇帝として、カール5世は当時論議の的となっていたマルティン・ルターの扱いに黙慮し、身の安全を保障して、ボルムス帝国議会に召喚し、結果的にルターの主張を認めず、同調者たちと共に法の保護を剥奪、帝国追放した。ここで処罰とまではいかなくとも逮捕、拘束しておけば、プロテスタントの交流を食い止められただろうと、後悔すことになるが、若い皇帝は、身の安全を保障した約束を破ることを良しとせず、スペインの統治、フランス王との抗争に忙殺される中でルター派は広がっていった。ヘンリー・8世と同盟して行った対フランス戦争では1525年にパビアの戦いでフランス王フランソワ1世を捕虜とすることに成功し、1526年にフランスの北イタリアにおける権益を全面放棄するマドリード講和条約を承認させた。しかし、フランソワ1世は釈放されるとすぐに前言を翻してこの条約を破棄した。そこで1528年、サンジョルジョ銀行から融資を受けて、再びの抗争に入った。この間に、ローマ略奪事件も起こった。1529年に改めて、フランスとの間に貴婦人の和約と称される、カンブレー講和条約を、ローマ教皇庁との間にバルセロナ和約を結ん、北イタリアにおける権益を確保したが、その引き換えにブルゴーニュ公領を手放したブルゴーニュ伯領をフランシュ=コンテ地域圏は保持。1530年にはボローニャでイタリア王、ローマ皇帝としての正式な戴冠式を行った。ローマ教皇によって戴冠を受ける儀式は、これが最後になる。1524年に起きたドイツ農民戦争とシュマルカルデン同盟の成立に際しては手一杯だったカール5世は弟のフェルディナントを代行としてドイツ地方における政務を委託している。フェルディナンは1531年にローマ王に即位。やがてカール5世はヨーロッパを圧迫していたオスマン帝国スルタンスレイマン1世との戦いにも身を投じるようになる。当時、地中海では、オスマン帝国艦隊が制海権を握り、陸上では1529年に、ウィーンが包囲されるまでになっていた、第一次ウィーン包囲。しかし、カール5世は1535年のチュニスにおいて、勝利し、チュニス征服。1536年には、宿敵フランソワ1世と、大オスマン帝国同盟を結んだ。フランスがやがて、オスマン帝国と単独講和してもカール5世は和睦しなかったが、1538年のプレヴェザの海戦では、ローマ教皇、ブネツィア共和国と結ぶも敗退し、地中海の制海権を失う。最終的に1543年に、フランスとアクレピーの和約を結び、戦費の増大のために、オスマン帝国とも講和せざるを得なくなった。これにより、オスマン帝国との決着は、息子のフェリッペ2世に引き継がれることとなった。カール5世は宗教問題解決のため、公会議の実施に尽力し、1545年のトリエント公会議の開会で、その努力は実を結んだ。公会議は、カール5世の意図したルター派のカトリックへの改宗という成果を図ったが、カトリック教会の対抗改革の頂点となり、カトリック教会再生の利点表となった。その間も、ドイツでは、シュマルカルデン同盟との戦いが続いていたが、ザクセン公モーリッツを味方に引き入れたことによって、戦況はカール5世に有利に傾き、1547年4月24日のミュールベルクの戦いで、決定的な勝利を収めた。同盟の2人の中心的指導者ザクセン選定公、ヨハン・フリードリヒとヘッセンホーファク・フィリップを領袖とすることに成功した。これ以上の内戦の激化を危惧したカール5世は1548年にアウクスブルクで暫定規定、インタイムを発令し、カトリックとプロテスタントのドイツにおける共存を提案した。しかし1552年3月、カールの信教に対する強圧的な態度に反発したモーリッツの襲撃を受けて、逃亡、戦勝による優位を失った。この結果8月にルター派を容認する旨の和平交渉が結ばれ、パッサウ条、これを原型に1555年にアウクスブルクの和議が結ばれることになる。1548年にはネーデルラント17州のスペイン王国及びフランスからの分離独立を認めている1548年の国事勅条。さらに1550年にはバリアドリッド論争の名で知られるアメリカ先住民、インディオの地位とインディアス問題に関する審議会を開いている。これは、インディオの人権問題をたびたび告発してきたラスカサス神父らの長年の活動が実ったとも言えものである。最終的に、エンコミンダの世襲化の導入が阻止されるなど、ラスカサスの努力が報われる形となり、アメリカ先住民への不当な行為の撤廃を目指した、当時のヨーロッパ社会では、非常に画期的な審議会となった。1555年、長年の痛風及び統治と戦争に疲れたカール5世は、ついに退位を決意する。フェリペだけでなく、弟フェルディナンド、姉エレオノーレ、妹マリアも出席したブリュッセルでの退位式で、世はドイツへ9回、スペインへ6回、イタリアへ7回、フランドルへ10回、フランスへ4回、イギリス、アフリカへ2回ずつ、合計40回に及ぶ旅をした。略これまであまりは、経験不足や、あまりの無効、水素などによって、多くの過ちを犯してきた。しかし、決して誰かを傷つけようという意図は、持っていなかった。もし一万一、そんなことがあったとすれば、ここに許しを請いたいと言って、涙で演説が途切れたという。両親から受け継いだ、スペインネーデルラント関係の地位と領土はすべて息子の、フェリペ2世に譲り、父方の祖父から受け継いだ、オーストリア、神聖ローマ帝国関係の地位と領土は、弟のフェルディナンド1世に継承させた。これをもって、ハプスブルク家は、オーストリアハプスブルク系、後のハプスブルクロートリンゲン家と、スペインハプスブルク、アブスブルゴ系に分裂することになった。この頃すでに神経衰弱気味であったと言われている、カール5世は、スペインのユステ州同意に院政し、1558年に58歳で亡くなった。晩年の10年ほどは常に痛風の激痛に悩まされていた。称号がすべてついた場合、以下のようになる。両親の血を引いて、生まれつき顎の筋力が弱く、下顎前凸症であり、また幼少期の病気により、鼻腔が閉塞気味であったため、多くの肖像画でも見られる通り、一見すると非常に下顎が突出しているように見え、常に口の開いた状態だったとされている。1526年3月10日にセビリアの王宮でポルトガルの先王マヌエル1世の王女で、互いに母方のいとこであるイザベラと結婚した。前年の1525年にイザベルの兄ジョアン3世とカール5世の妹、カタリナが結婚するという二重結婚であった。また、カール5世の姉レオノールは1518年にマヌエル1世の3番目の王妃となったが、マヌエル1世とは1521年に死別していた。イザベルとの間には三男二女が生まれた。うち男子二人は養成した。人の良い性格であったため、貴族身分の母から諸子が生まれれば認知し、商人。公人身分の母から子が生まれれば、修道院などへ入れた。うち有名なのは、ヨハンナ・ファンデル・ヘインストが設けた、マルガリータ、1522年から1586年、と、バルバラ・ブロムベルクが設けたレパント海戦の英雄、ドン・フアン・デ・アウストリア、147年から1578年、である。事跡の不明な子女としては、祖父フェルナンド2世の5歳。ジェルメーヌ・ド・フォアが設けた女子イサベルと溶接した子、オルソリーナ・デ・ラペンナが設けた女子ター、母不詳の女子、フアナ、などが知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。